M84 はフラッシュバンや先行発音等とも呼ばれるアメリカで現在使用されているスタングレネードである。起爆と同時に170から180デシベルの爆発音と15メートルの範囲で100万カンデラ以上の先行を放ち突発的な目のくらみ、難聴、耳鳴りを発生させる。防護されていない人員は方向感覚の喪失や検討式の失調を起こす。 これらの影響がすべて一時的なものであることから七子製兵器として分類される。穴の開いたスチール製本体の中にあるアルミニウムケースの中にマグネシウムを主とする作薬が入っている。従来の爆発性兵器と異なり、作薬は超音速の爆号ではなく、アオン速の爆年として燃え、爆発による被害を最小限に止める。点火した際には、 対象の視覚や聴覚にのみ影響を与えるため、内部のアルミニウムケースは作薬によって燃え尽きるよう設計されている。これにより、炎、爆発、ケースの破片による被害を最小限に抑えている。敵の制圧を容易にするため、あるいは紫外線や人質救出で、通常の爆発による被害が懸念される場合に、敵の注意をそらす目的で密閉された空間へ、 投げ入れるために用いられる。それゆえ、アメリカ陸軍では、建造物内や室内の制圧において、非戦闘員の存在が予想され、敵の注意をそらすことが効果的である場合に用いることとなっている。通常、紙や布に添加することはできないが、本体の近くでは、可燃性液体や高密度のガソリンやエーテルのような蒸気に引火することがある。ありがとうございます。